はい、今日はですね、ビファーレン長崎の作った当時の最初の高知県選手として、いました内田さんの話です。プロとしてグランパスセレッソと活躍をされて、国見の方に帰ってきて、今雲仙市役所の職員として仕事をされてます。すいません、当時ビファーレンを作った当時の話です。突然国見 FC と有明 SC を合併をさせていただいて、現場の方はどんな感じだったんでしょうか。まあ、まだ本当にこう地方の一番最初のその立ち上げのところだったんで、まあ練習もみんなそれぞれ仕事を持った中で、寄せ集めのチームで、選手たちも本当にこう仕事が終わった後に、例えば有明の森であったり諫早の、クレイのグラウンドであったりというところで、例えば7時ぐらいから夜7時ぐらいから9時ぐらいまで練習やってっていう中で、本当にこうもう、まあ、高校の延長じゃないですけど本当に例えばボール1球もちょっとこう集めた時になかったらそういうのを、ナイター照明が消えた後でもみんなで探しながらやるような本当にそういう、一番本当最初の立ち上げの時だったんで本当にいい思い出になってます。次は、楽しかったことその大変ながらも楽しかったっていうのは何かありました。まあそうですね、結構やっぱり国見の OB が中心になってやってたんで、もう気心を知れたやつらばっかりで、そういう中で、大体こうやるサッカーっていうのは本当にもう高校時代と変わらないようなサッカーをやってたんで、まあ、社会人になってそういうのが気心を知れたやつらと本当にサッカーができたのがすごく楽しかったですし、目標がすごくはっきりしてたんで、この田舎チームで J を目指そうっていうのがみんなが本当そういう目標が一つあったんで、そういうところで、みんなの同じ目標の中でやれたのはすごく楽しかったですね。はい、じゃあどうなんでしょう、大変だったこと、とんでもなかったことみたいなのがあれば。まあそうですね、僕は選手兼スタッフとしてやってたんですけど、監督の山本さんが、まあ練習がだいたい9時ぐらい終わって、その後スタッフでああだこうだっていうもうミーティングをしてたんですけど、それが終わるのがだいたい11時とか11時半とか、そういう本当長く話好きだったんで、監督の岩本さんが本当そういうのがすごく大変で、でそれが終わって家帰って、僕は国見高校のスタッフもしてたんで、朝練行って仕事行ってっていう、そういうもう毎日の流れがやっぱすごく大変でした。じゃあどうでしょう、今後ビファーレンに、ね、元スタートの時に携わっていただいた選手の一人として、期待というか応援のメッセージ等があればお願いします。はい、やはり一番目指してもらいたいところはやっぱり J1 に復帰して、J1 で活躍するところをやっぱり見たいなっていうのが一つあるんですけど、やっぱり長崎の子どもたちに本当にこう夢を与えてもらえるような試合をやってもらいたいですし、やっぱり、ね、そういうプレーをしてもらって J1 に上がってもらうことが一番望むところです。